こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。じゃんたま始めていきましょう。ご主人、おかえりにゃ。ここは帰る、その方も帰る。こっちの方に男性ある？休憩か。暑いなぁ。ボンニャ。ひどいつか。初は安パになりましたからね、これね。頭以外は。ボンニャ。チートの明らかにチート室狙ってるやん。チート室なんで安パ以外は危険。でも来ちゃった。じゃあもう捨てよう。まあ初は安牌ですけどね。いや泣かない。俺は涙を流さない。まあでも読まれてはいますよね、ピンズだっていうのは。他をピンズにやってるから容易に出してくれないんじゃないの。瀬谷工藤さんは何やってるのかわからないな。お、勇気あるな。セーフなんだ。リーチにゃ。追っかけてきた。自力で来てほしい。
5万か。相手に先を越されました。まあ読まれちゃうからね、フェイントもかけてないし。まあ早く上がりましょう。チョンポンです。どうしよう、なんだ、こっちでも良かったかもね。あ、とか言った、揃っちゃった。テンパイです。これはちょっと読まれにくいよな。手を変えるのも手かな、早いうちやったら。ちょっと考えましょう。ここで待ち牌見れるのか。まあ現物ですからね。いらん。リーチニャ。カンニャ。あ。なんだろう。相手も。あ、4が4枚ある。やばいね。4は消えて実装なは短期待ちだからな。ちょっと考え方を考えないといけない。趣味模様ですね。ちょっと降りることも考えた方がいい。がまだ出てないんですね。いいか。ツモニャ。こっちが上がりやがった。何？ポイント8000。弱い。つらい。あ、予約来た。結構、ジュースになってた。
頭ができた。捨てられてる。あ、4を自力で上がってきた。だった。もう見てるだけになっちゃってますね。2位に上がれるチャンスが出た。セヤクゾウさん前回も強かったからな。2位狙いだなこれ。でもよかったかな、こっち捨てて。え、これ何？ハイパイが悪い。2位行きたいのに。じゃあこっち捨てよう。ボンニャ。リーチしてきた服、この2万は捨てる準備しよう。31枚。お、どうしよう、ハツもういらんよね。めちゃくちゃ損してるな。
チャンス。頭はもう決定だからな。ただ2万は結構もう出されてんで厳しいですね。あと18枚か。いや、かなんかするわけがない。セーフ。もういいわ、8枚しかないし、疑似天敗で我慢だな。終わった。ザンク。見せ場なし。全然上がれなかった。振り込まんかったけど上がれもしなかったな。ついてないというか、ついてない部類ではあるよな。いいですね。頭がないかもな。もうこれ捨てよう。頭をどうするかっていう問題もあるよね。あとは捨てられてる。なるべく大量に持ち込みたいが、そうか、泣きたがりやから別に食いたんでいいんだ。あ、トーン2枚あるか。もうトーン諦めるしかないか。頭で持っててもしゃあないしね。物は来た。いいですね、揃ってきた。
ちょっとスピード感に、スピード感が足りないな、親なのに。タイヤオになるんだったら積極的に泣いていこう。あとか言ったらリーチになった。リーチや。ん？これ何？あ、123の頭だから。2と5ですね。言われるな、これ。まあでも、まだ場には結構ハイがあるんで、チャンスはあります。2も5も。枚数は3枚ずつ。リーチが追い上げてきた。ドラは今のところないですね。ドラドラ。ドラがどうなるかぐらい。カンニャ。カンやるんやん。あ、やばいかも。あ、よかったよかった。うわ、三面リーチ。やばすぎないか、これ。来いよ、来いよ。振り込んで来い。でも今は読まれてるからな。自力で上がるしかないんだけどね。あ、やった。やりました。3面リーチだから、リーボーもゲット。ピンフか。ピンフ29。まあいいでしょう。チュンが特急券あるんで、早く上がっちゃいましょう。捨てられたか。ん？いらん。もう無理ですね。まあ、それでも何でもよかったと思う。もちろん行きます。6、7、4、5、6、8。8はでも ドラだからな。ここからがちょっと難しい。1万はドラですよね。ドラ確保しとかないと。早い。いらん。1と4。まだ傾向が読めないな。4か。4は危ないな。現物出していった方がいいが、現物ってないんだよな。あ、セーフだった。通った。あ、通ったって言ったら、ここ出してるやん。現物でした。
っと遅れてるんで難しいと思う。ジーニャ、嫌だな、捨てたくないよ。何待ってると思う？マンズかな？マンズのわけがないか。あ、読みにくいですよね、事実。テンパイ？テンパイじゃない。ちょんぼったかな？わからんわ。やばいな、8000。シュー呼ばれた。買いにくかったよね、これは。いきなり取らないよな。難しいな。値段とは言えないか。今後の展開が次第じゃ分からないですからね。こっち捨てた方が良かったかもね。地球。いやいや、いらん。いや、絶対出てくる。あの、1枚捨ててるから。場に持つこと、自分の範囲持つことできないから、自力できた。あと、免税の欲が出てくる。いいシャンテンなのかな、これ。いや、いらん。どうしよう。
かな。まあ、捨てることには変わりないけど、頭がないから。といてもしゃあないしね。いや、これはセーフやろ。これは逆に怪しい。あの、危険かも、危険牌かも。上ぶつか。まあまあ危ないっていや危ないよな。安牌近いけど危ないな、危ないよな。リスクをかける。ダメか。お、通った。追っかけリーチ。5と8ですね。3枚ずつ。まあ、読まれやすいかな。多分クスディさんは、あ、ロンだ。ロンニャ。そうです、ドラさんなんです。1万2000跳ね番。あ、これ飛ばしちゃうかも。飛ばすのも策ですね。あ、すごいことなってる。あ、ペイだよな。まあ、いらないの。ナンは頭固定でもいい。ボンニャ。トン3曲か、今。今トップなんですね。トップを固定したいが、取れたらまあ、行くかな。どっちの位置もいらんし、こっちがいらんかな。捨てられてるしな。チームはすでに1枚に出てんのかがに。まあ、行こう。やるメリットはないか。缶をやるメリットは。今のシャアの守りで持っといてもよかったけどね。頭を何にするかは問題な。別に1の頭でもいいんだけど。 4? 怖いな。1位だな。ジーニャ。うん、これ捨てよう。頭が出来上がった。
短期待ち、中の短期待ちでもいいけどね。ヨーロッパか。どうする、ヨーロッパ揃えよう。誰か狙ってるよ、狙ってるかもしれませんね。リーチです。でもいるじゃないか。ジーニャ、ダメなんや。おっと、逆に、そうなんだ。え、ダメ？ロンニャ！未公開。初のみ、1000点。まあ、いいかな。え、会いたい親じゃないし、オーラスです。とにかく上がること。のみ。次これ。あ、8か。まあ、関係ないけどね。ファイブ。これは涙を流さないだった。とにかく問い目に振り込まないことのみを考える。チー、泣きたんでもいい、食いたんでもいいか。これ食いたんでもいいか、上がっちゃうのがいい。得策だよな。クイタン、クイタンじゃないわ。クイタンはありえない。1があるからな。無理です。2があるんで、1は頭固定でしかない。振り返るしかないな。もし、あれするんだったら。いやー、ドラがな。まあでも、勝てばいいんだから。そんなことしなくてもいいんだよな。どうしよう。
まあ読まれてるよね、明らかに。理屈。イエラーがなんかあるのかな。風の筋じゃないしね。右側も注意だな。ちょっとスピード感に欠ける気がする。ビーチにゃ。別にポンはしたくない、したくなくて、やられた。あ、2000点だ。2000じゃ逆転できない。あ、と思ったけど。あ、終わった。やった。ギリギリトップだ。つま上がりでもね、やってたんかもしれないな。もうポンのつま上がりは無理筋じゃね。はい、ということでギリギリトップを今回は取ることができましたね。今最後2回本ちゃ振り込んでしまいましたが、ということで俺は麻雀したいんだよということで、しかもできるわけもなく、ただ麻雀をするのみでした。ということで、今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。